ただいまー。雨すごかったね。雨すごい。これ電気つくかな。梅雨はね。梅雨はほんと。すごい。ほんとね。雲がおったね。さっきまで。雲がおった、雲が。さっきまでざんぶりあったね。つかん、つかんない。つかんだ。つかんない。つかん。なんか独特な匂いがするね。臭いね。久しぶりに来るとやっぱそうね。匂うね。うん。つかん。まあいいや。梅雨だし。つきますね。ね。ほんと。あ、あれ？あ、あ、すげえ。マジで？これ何？竹やん。どうさん、あれ、竹。これやばくない？すごいね。え、下から突き抜けてないっていうか。マジで？どうやって突き破った？だから竹が突き破ったってこと？竹が突き破るの？突き破れるの？これを。そうやろ。いや、すげえな。すごいな、これ。こんなことが。こんなことできるの？ついとる。いや、できるんで。まあ、実際になってるからね。別に仕掛けたわけじゃないから。すごいな。いや、これは初めてやね。まあ確かに久しぶりに来るけどね、ここ。うん。いや、梅雨っていうのもあるかもしれんな。ああ。しばらく住んでないからな、ここは。これちょっとめくってみたいね。下どんなになってるか。確かに。畳の下が見てみたい。どうなってるのこれ。これあれやね、こう、次来た時はさらに何本も入ってるかもしれない。これはすごいよ。なかなかないよね。これはレアよ。ねえ、うん、まあね、うん、そうそう、七夕だから。七夕短冊短冊先っちょに短冊吊るしたみたいな。そうだよ。先がこうだ。うん、うん、あ、落ちた。ああ落ちちゃダメだよ。落ちちゃった。落ちちゃダメだって。落ちちゃ伸びなくなるよ。いや、折れた。だったー。これめくってもね、まあどうかな。下どうなってんだろうね。これ被れん、ここから、下から。なあ、いやー、どうかな。ちょっと下潜って見てみたらいいんじゃない。てか、これめっちゃ硬いよね、突き破るって。うん。だもう。竹すごい。俺らの指でできる、こうやってから。無理。やっぱ竹はすごい、ね。まあ、小さい隙間が空いとったんかもしれんね。で、そっから、その無理か。いや、空いてないよ、絶対。空いてないか。紙とか空いてないよ。あ、そうか。ほら、これ。これ突き破った感じか。うん。見てよ、これ。これすごいね。あれでしょ？木でしょ？木造の。木は突き破れんやろ、さすがに。はぁ？これはでもまあ、なかなかない。養蚕行ったみたいに、間から入ってきてんでしょ。なかなかないパターンよね。まあ、うん、ね。なかなかないよ、これ。てか、びっくりしたわ、入ったらこうなったらね。うん。なんだこれ。ねえ。